ででは、音読です。これ、えーに、日本語でチャット GPT に聞いてみたんです。そしたら、こういうふうな回答が出てきました。これ、音読しましょう。Japan から行きましょうね。せーの。Japan's political landscape is currently in the spotlight with campaigns officially underway for the upcoming general election on October 27th, 2024、えー、今日はですね、10月の18日です。えー、これですね。えっ、ー、と、プライムミニスター,、えー。シゲル・イシバの話ですね。ですからね。最近になりましたんで。えっ、ー、と、これを実際に、えっ、ー、と、 教室でやるときには11月の17日くらいになりますので、1ヶ月くらい遅いニュースになりますね、これはね。遅いというか、ちょっと古いニュースって言うんですか。でもまあ、しょうがないですね。今、このプライムミニストからてみましょう。プライムミニスト、シゲル・イシバ、一緒に読んでね。行きます。せーの。プライムミニスト、しげるいしば recently dissolved the House of Representatives. Marking the beginning of intense campaigning across the country. This election is seen as a critical test for Ishiba's leadership and his party's policies with several issues, including economic recovery and security. at the forefront of discussions. まあ政治的なあれですね。CNA から取ったんですね、このニュースはね。まあ、同じ文面にはしてないでしょうけれども。で、続きこれありますね。Meanwhile, the ruling coalition。これ、あの、なんだっけ、えー、と合併じゃなくて、えっ、ー、と、えっ、ー、と,、えーとな、なんだっけ、えー、と共同じゃなくて、 ない出てこない,出てこない <laughs> えっと共同じゃなくて <laughs> 何だっけこういうのって日本語が出てこない後でちょっと思い出してみます皆さんわかりますよね <laughs>、えー、出てデデコナイ including the Liberal Democratic Party LDP and コメトコメトと Liberal Democratic Party LDP の Eh, to, eh ,連立,連立. <laughs> <laughs ruling ruling coalition ,ね. faces challenges, particularly due to recent political scandals. In addition, the government has taken steps to combat, misinformation during the campaign period urging social media platforms to take preventive measures だからこれフェイクニュースみたいなものですか misinformation ーーまあそこまでは言ってないですけどねフェイクニュースとはねこれはこう一応読んでみましょうか Israel kills Hamas ハマスリーダースフィンワール。ああそう、そうですね。そういう戦争ありますもんね。あっちの方でね。イスラエルの方でね。えー、っと、ガザ地区の、えー、っと、どこなんだっけ。それで、えっと、ハマスのリーダーを殺害してしまったんですよね。まあ、ここをクリックすると、こそのニュースに行くんでしょうけど。じゃあ、これ次はですね。 音読すると1分で終わるくらいの長さでお願いしますって言ってみたんです。今のだとだいぶかかるので。でもこれね、外人さんが音読すると1分くらいっていうことですから、ここで音読するともっとかかっちゃうかな。これはこの次ちょっとの動画にまとめますからね。これ今日はここまでにしましょう。